サランラップサランラップは食品用ラップフィルムの商品名。サランとサランラップは多くの国ではダウケミカルの登録商標で、日本では同社とアサヒカ製が共有する登録商標となっている。日本ではアサヒカ製が製造し、アサヒカ製ホームプロダクツが販売している。アサヒカ製のサイトではサランラップの開発経緯について次のように説明されている。 このラップはもともと食品用に開発されたものではなく、洗浄などで、銃弾や火薬などを湿気から守るために開発された。戦後、ダウケミカルのラドウィックとアイアンズという二人の技術者がピクニックに行った際に、ポリエンカビニリデンフィルムにレタスを包んでいったことがきっかけとなり、食品の保湿と保管としての用途が注目されて、その後に正式に食品用ラップとして一般に、 販売されることになった。この時に商品名は食品用に使えることに気づいた二人の技術者の妻、サラとアンの名前にちなんでサランラップと名付けられた。日本ではアサヒ成工業とダウケミカルの合弁企業だったアサヒダウによって日本初でありライバルのクレラップにやや遅れることの1960年に発売開始された。冷蔵庫や電子レンジの普及により 売上を伸ばした PVDC フィルムを用いている。アメリカ合衆国では環境への配慮から2004年低密度ポリエチレンを材料とするサランプレミアムラップが発売され主力となっている。アサヒカ製では主原料は宮崎県延岡市のアサヒカ製延岡工場で生産し高層で三重県鈴鹿市の工場へ送られそこでサランラップ本体を生産している。 ありがとうございます。